ハロー、神山さんいらっしゃいませ。今日は何をお求めですか？お求めですか？じゃないですよ。まさかひろみさんが月組だったなんて。はい、私は帝国歌劇団月組、本郷ひろみです。騙すつもりはなかったんですけど、神山さんごめんなさい。ひろみさん、なんとも思ってませんよ。任務だったんでしょ？はい、街中での情報収集が目的でした。だから三日月の店員になっていたんです。なるほど、そういうことだったんですね。ならやっぱり謝る必要なんかありませんよ。三日月でもひろみさんにお世話になってますからね。いつも美味しい和菓子をありがとうございます。神山さん、こちらこそありがとうございます。ただ知られてしまった以上、私の正体を忘れてもらうのは無理そうですね。忘れる必要なんてあるんですか？同じ歌劇団の仲間じゃないですか。月組のひろみさんも和菓子どころ三日月のひろみさんも、これからも変わらずにお付き合いさせてもらいますよ。じゃあ私も新作をご用意してお待ちしてます。やっぱり和菓子は最高です。ジャパン。神山清十郎殿、空中戦艦ミカサへの着艦お疲れ様です。はい、お疲れ様です。あの、本当にいつきちゃんなの？本当に私ですよ。だって私マジで月組ですから。でもしかして実は気づいてました？私の正体途中から分かってたとか。わからなかったよ。正直今でも驚いているからね。そりゃあそうですよ。月組は諜報隠密部隊ですから。潜入するための訓練も受けてるから、どこからどう見てもただの帝劇ファンだったでしょ。ああ、すごく熱心なファンの子だなってそう思ってた。でもまあ帝劇ファンっていうのも本当のことなんですけどね。とにかく神山さん、改めてよろしく。帝国歌劇団月組、西条五月です。こちらこそ。ただどんな風に接すればいいかちょっと迷ってしまうね。いつも通りでいいですよ。帝劇にいたのは任務半分、趣味が半分、ううん、9割だもの。だから今まで通り、私のことは帝劇のファンってことでよろしくね。ああ、わかった。いつきちゃん、これからもよろしく。ちょっと様子を見に来たんだ。ハツホ、調子はどうだ？おう、ハツホちゃんは相変わらず絶好調だぜ。そうか。そんなこと言って無理してるんじゃないのか？なんだよ、そんなわけねえから。変な心配すんなよな。そうか、ならいいんだけど。でも何か不安があれば言ってくれ。俺でよければ話を聞くからさ。私は大丈夫だからさ、みんなのところに行ってやってくれよ。
わかった。それじゃあ他を見てくるよ。待って。ハツコ。待ってくれ。行かないでくれよ、神山。ごめん、神山。私、痩せ我慢してた。怖いんだよ。震えが止まらねえんだ。私は帰ってこられるのかな。みんな帰ってこられるのかな。あの帝劇の日常にまた戻れるのかな。ハツコ。大丈夫だ。君もみんなも俺が必ず守るよ。わかってる。神山ならそう言うってことはさ、そしてその通りにするってことも。私はあんたを信じてるから。けどもう少しだけお願いだから、このままでいさせて。ハツコ。神山の背中、広くてあったかくて落ち着くな。こういうの私好きだぜ。さすがは隊長だ。ありがとうよ、神山。なんか悪いな。でもおかげで元気100倍だぜ。このぐらいお安い御用だよ。ハツコが元気になってくれて本当によかった。次の戦い必ず勝利して帝劇に一緒に帰ろうな。おう、ハツコちゃんに任せとけ。毎度あり。また来てや。そこにいるのは神山か。
ぼさっとしてないで早く入ってこいよ。清十郎さん、早く来てください。洗ってほしいところがあるんです。私も手が届かなくて、洗ってほしいところが。洗ってほしいところだと。わかった、すぐに行く。しかし、みんなと風呂に入る仲になるなんてな。裸を見せるのは少し恥ずかしいが、俺も男だ。覚悟を決めるぞ。神山清十郎、特訓します。みんな、お待たせ。あれ、うわー、お前、なんで裸なんだよ。清十郎さん、もう、あっち行ってください。え、だってみんなで風呂に入ろうって。みんなでお風呂掃除をしに来たんです。地獄に落ちてください。そんな掃除なんでもいいけど、キャプテン、早く服を着てくれないかしら。里の掟53条、エッチなのは良くない。すまない、すぐに着てくるから。だからお願いだ、見ないでくれ。風呂の掃除だったなんて、俺はなんて勘違いを。まさかこんな恥ずかしめを受けるとは。俺もうお婿に行けない。みんな集まったわね。では作戦の説明を行うわ。現在帝剣を奪った玄庵は要塞と化した競技場に潜んでいますわ。ですが多数の空中戦艦と大量の鉱魔によって競技場に近寄ることができません。この固い防御を突破するのが空中戦艦ミカサの役目よ。大きな被害は避けられない。でも絶対にあなたたちを競技場に届けますわ。スミレさん、危険なのはお互い様ですもの。そんな顔はしないでいただきたいですわ。競技場に入って命がけの戦いはむしろそこからです。せやからそこまでの道はドーンとあてらに任せとけばええんや。ありがとうございます。必ず期待に応えます。とはいえ今回は今までにない熾烈な戦いになるわ。指揮を執るあなたの身にも万が一のことが考えられる。だから神山君、帝国歌劇団花組の副隊長を決めてちょうだい。花組の副隊長ですか。そう、あなたのそばにいてあなたを助けてくれる人。そしてあなたが自分の意志を、思いを託せる人よ。俺の正義の意志を、平和への思いを託せる人。わかりました。重要な決断よ。決心がついたら私に声をかけてちょうだい。